世田谷区立美宿中学校は、東京都世田谷区大志堂にある、中学校である。2004年世田谷区立新生中学校と、世田谷区立池尻中学校が統合し開校した。1948年4月1日、現在世田谷区立三軒茶屋小学校の場所にあった、区立小間止め中学校の教室を曲がりする形で、新生中学校として開校。同年秋。 通学距離があまりにも遠いという未宿駒主義両小学校の PTA の要望等により、現在本校のある大使堂に移転。敷地は旧この絵や法連隊の跡地を旧大倉省から借用。後に、同敷地内東側に東京朝鮮第8初級学校、北側に国家公務員大使堂宿舎も建設される。開校当時、 木造の旧兵舎を校舎として使用したり、また連帯跡地のコンクリートを地域住民、保護者、教員、生徒が掘り起こして、グラウンドにする作業をし、生徒が定期的に石を拾うなど、皆の力が一体となり作り上げた。敷地内にはコスモスが咲き、新生中学時代の校歌、校章にはそのコスモスが象徴に使われていた。中学校や間学級の設置校である。 現在、12都府県に36校が設置されている。昭和20年代後半、全校生徒数が1300名を超えるマンモス校となり、1955年4月1日近隣に新設された池尻中学校へ学区を分割し、移管する。世田谷区教育委員会では、1998年7月に、世田谷区立小中学校適正配置、 等身議会より、世田谷区立小中学校の適正規模及び適正配置等についての基本的な考え方並びに、具体的方策についての答申を受け、2000年9月には、世田谷区立小中学校の適正規模及び適正配置等具体的な方策についてを取りまとめ、申請中と池尻中を統合する計画を明らかにした。これは、近年、 少子化に伴い池尻中学校の全校生徒数が100名前後、1学年の学級数が1クラスだけの学年が出現するほどまで減少し、学校規模の縮小が廃校の理由。池尻中学校廃校後の2015年、文部科学省は、公立小中学校の統廃校に関する基準を見直し、中学校はクラス外のできない総クラス3学級以下で、 党廃合を含めた検討を自治体に求めることを明らかにしている。育児理中学校との統合は、1955年に新生中学から学校を分離して、以来49年ぶりである。公明は3コマ、未宿不死身、新生、東北の候補があったが、戦後の復興にあたり大きな希望と未来を託す意味で、新生中学校と決定した。 1955年度に入学者数が激減しているのは、この年度より本学区の一部を池尻中学へ移管したためである。作詞効果制定委員会作曲、大田春いよいよ補作見やしたよう。ありがとうございます。